皆さん、こんにちは。ソーシャルスポーツインシアチブ代表のみつかと申します。いくつかある私たちのプロジェクトの中でですね、今日はスポコミをテーマにちょっと皆さん紹介させていただきたいと思います。今、日本では本当に今ちょうど開催中のラグビーのワールドカップであったりとか、ドーハでは世界陸上をやってますし、来年はいよいよ東京でオリンピック・パラリンピックを迎えるわけですけど、我々このスポコミもですね、 まああのメジャースポーツではなくてやっぱり草の根スポーツとしてえ地道に地域で活動しているえ本当にスポーツと言っても間違いない活動ですえ先ほど紹介いただいたようにあの日本で発祥したまあ世界でえ唯一ですねまあスポーツ史上最も環境に優しいスポーツというような形で我々は紹介させていただいてますえ実際あのどういうものかというとあの3人から5人でですねえーチームを組んで制限時間60分内に 決められた競技エリアの中でですねチームで力を合わせてゴミを拾ってその質と量を競い合うというゲームになっていますまあこれはスポーツの力で街をきれいにするだけではなくてですね参加者同士の人とそのリアルなつながりによって市民力とかあとは地域力とかですねそういったものを養う効果も出ているのではないかなというふうに思っています。 でまあ、我々の活動であのいくつかあの気づいたことがあるんですけど、まあ、ゴミを通してです、ね、見える世界というのはいくつかありまして、まあ、例えばあの国によってゴミへの課題ってやっぱりいろいろあるもんですから、まあ、我々はその辺をルールーにです、ね、盛り込んで活動してます例えばあの僕の出身の鹿児島であったらあの火山灰非常に地域の方たちが困っているのでそれをルールにゴミではないですけどルールに盛り込んだりとか。 あとは三保の松原、静岡ですね、そちらの方では、松の枝を毎朝掃除してらっしゃる、これすごく大変だということで、ルールに盛り込んでですね、競技にしたりとか、あと、去年、訪れたロシアのトムスク州という州ではですね、ロシアのお国柄かどうかわからないですけど、草むらに捨てられているちょっと大型のゴミ、そういったものをちょっと問題視しようということで、大型のゴミをルールに入れてですね、開催したところ、まあ、日本では大体100人で100キロゴミが集まれば、 あこの町ちょっと意外とゴミあったねって感じなんですけどロシアでは100人の参加者がいてなんとその時は1トンゴミが集まったとでも計量するのが大変でまあ冬だったんですけどまあ冬っていうか冬の始まりですね、まあ、ちょっと汗だくで計量したのを覚えてますそういった形であの国とかエリアによってですね非常にあのゴミ園に対する課題がたくさんあるのでそういったものを盛り込みながら活動している次第です。 でなぜこのスポゴミが始まったかというとこれは私のライフスタイルの中からなんですけど、まあ、朝ランニングするのが僕趣味で走ってるとですねだんだんこう街に起きてるゴミに気づくようになったんですねで何かできないかなって考えた時にじゃあちょっと走りながらゴミを拾ってみようかとでそうすると普通に最初は拾ってたんですけど次のペットボトルのゴミはちょっとスピードを落とさないように拾ってみようとか次のお弁当のゴミ袋はちょっとこう肩甲骨とか。 あとは代替金を意識してできるだけ低い水で拾ってみようとかしているうちにですねだんだんちょっと楽しくなってきてでこれってもしかすると既存の、まあ、あまり楽しくはないですけどゴミ拾いに対してスポーツ的なルールをちょっと盛り込むことによって、まあ、参加者が増えたりとかあまり環境に意識のない方たちが参加するきっかけになるんじゃないかなということで始めましたで2008年の5月に第1回目の大会して東京の渋谷区の 渋谷公会堂の前で開催したんですけどその時優勝したのが日本女子体育大学のバスケ部の女の子たちでで優勝のインタビューでですね「なぜ参加したの?」って聞かれたインタビューに対して「えー、スポーツだから」と答えてくれましたで、えー「参加してみてどうだった?」っていう問いに対してはですね「楽しかったと」と、えー「意外と渋谷ってゴミあんだね」みたいなことを皆さん言ってくれてその時に「あこの活動を続けていけば」 ちょっと面白いことになるんじゃないかなということでですね、まあ、活動を続けたきっかけになりましたで、まあ、我々こういった活動を全国でやっている中でですね、まあ、いろんなドラマがあります例えば新潟で開催した時に、えー、中学生の子たちが参加してくれてで、まあ、スポーツのルールをあスポコミのルールをそのまま学校に持って帰ってですね、まあ、自分たちの学校の課題である、まあ、あの落書き中学校よくありますよね落書きをスポーツで解決しようということで スポーツ落書き棋士というのを自分たちで作ってですね開催してくれたり、まあ、あとはあの大田区の大会とかでは小学5年生の子たちがスポゴミで優勝して、まあ、僕らキャッチコピーでゴミ拾えばスポーツだってことがあるんですけどそれをおたけびを上げながらですね帰り際ゴミを拾いながら帰っていったりとかそういう現状を見ることができます。 でも我々こういった活動を通してですね、まあ、最終的に何をしていきたいかというと、まあ、今世界で非常に問題になっている海洋ごみの問題とか気候変動の問題とかですねそういったものに対してですねちょっとでもこう気づくきっかけを僕らは作ってあげられるそこが僕らのフィールドではないかなというふうに考えています、まあ、ですからあんまりゴミ拾いとかそういった環境活動に興味のない人たちがスポーツというキーワードによってですねちょっとでも参加するきっかけになれば 参加した方たちはその参加した中でですね気づいてくれることはたくさんあると思っているのでそのさまざま世の中でニュースになっている気候変動もしくは海洋ごみ問題に対しての本当にきっかけになればいいかなということで、まあ、そこが我々のフィールドであってで今回のテーマでもある我々の団体の存在意義っていうのはそこにあるのかなというふうに考えてます。で実際あの我々自体はあのいろんな方たちの協力を得ながらですね活動しているわけですがまあこの 本当に言ってみれば人間が起こしてしまったこの環境問題ですねこういったものに対して解決しないといけないできるのはやっぱり日本あの人間しかいないと思うんですよね。そういったものに対して僕らはそんな大きなことはできないですけどそういった問題に気づくきっかけって非常に大切だと思ってて、まあ、そういうところを僕らはやっぱりフィールドとして。 今後も活動を続けていきたいなというふうに思っています。で最後に1個だけ皆さんにちょっとあの言いたいことがあるんですけど、えー、このスポゴミをですね、私はあのぜひオリンピックの競技にしたいと思っていますので、その時はあの私がま生きてれば監督かなというふうに思っています。ご清聴ありがとうございました。